はい、それで美味しい食べ方はですね、はい、ちょっとまあ暑さをこう見ながら、まあ、食べていただきたいんですけども、そのまま器を持ってお箸でこうあれでガブッとこう食べていただくのが一番美味しい、はい、生湯葉であれなもんですから、こうお箸で真ん中で切ってしまいますと、うん、下の汁と一緒にそのジューシーな部分が混ざってしまいますので、はい、持っていただいてガブッとが一番美味しい食べ方です。